はい、皆さん、おはようございます。庄です。今日はえ2月の11日金曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、も、えー、昨日はですね。全面的に株式市場は売られていました。これはやっぱり cpi の数値大きかったと思いますね。7.5%の年率で物価上昇というところで、後ほどちょっと詳しく中身見ていきたいと思うんです。けれどもまあ、非常にですね。あのー、まあ、なかなかすぐに。 この CPI の上昇っていうものが抑えられないんじゃないかっていうところが一つポイントとして、えー、ありましたと。大きな上昇はそうなんですけれども、まあ、やはりですね、需給がすぐに改善できそうなポイントとそうじゃないポイントってやっぱりあると思うんですよね。で、その中でもなかなか改善がすぐに回らないんじゃないかっていうように言われているポイントが非常に、まあ、目立ったというところが、あの今後さらに利上げを、まあ、段階的にもちろんやってはいくんですけれども、えー、さらに加速をしてやっていかなければいけないような方向感 えーまあ、少ししシフトしていきそうな感じかななと思いますなので、まあ、先日ですねあのつい先日昨日ですね僕は、まあ、今回の CPI の数字時間によっては、まあ、バリュー株がですねあの、まあ、ちょっと上昇っていうところが一旦終わるんじゃないかなっていうふうには、まあ、思っていたんですけれども今回の、えー、CPI の数値を受けてやっぱりまだまだバリュー株というか、まあ、その株式市場全体がちょっとあの、まあ、危ないみたいな感じになっていきかねないなっていうのは 正直感じています。なので、もちろんですね、以前よりも、特にグロース株に関しては割安感だったりとかっていうのは出てきてはいるものの、なかなか今ちょっと積極的に買っていくっていうか、あの、少しやっぱり様子見を基本とした、まあ、あの、自分がいいと思う水準が来れば、ま、買っていくみたいな感じの、まあ、少し、あの、受け身な、え、投資戦略っていうのが今は、あの、ま、いいのかなというふうには思っております。なので、ま、僕もですね、あの、ちょこちょこ買ってはいるんですけれども、 まあ、あの、そんなに急いでまだ買う必要は正直また今回の数値で新たになくなってしまったなというのが、えー、まあ、あるかなと思います。まあ、このあたりはまだまだ、あの、どのぐらい本当に金利が上げなきゃいけないか、プラス、えー、物価上昇が続くかっていうのは、まあ、コロナの状況も含めて見ていかなければわからないので、まあ、年末までどうみたいな感じで結構やっぱ今言えないような、 状況かと思うんですけれども、まあ、今日のこの CPI を受けて、どれぐらいマーケットが金利の上昇をですね、見込み、あのー、さらに見込んだのかっていうのは結構もう興味深いところだと思うので、まあ、そのあたりも今日一緒に見ていきたいと思います。で、ここから質数ですね、見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルはファンズ株式会社様のスポンサーでお送りしております。 ファンズはですね、個人が企業に対して貸し付けという形で投資できるようなプラットフォームになってまして、年収500万円前後、資産1000万円前後の方がですね、多く使っているということでご興味ある方は、ぜひ概要欄の方からリンクチェックしてみてください。はい。ということで質数見ていきたいと思うんですが、DAO がですね、マイナスの1.47%、S&P がマイナスの1.81%、n a s a クがマイナスの2.1%。 減ラスて2000がマイナスの2.03%というような数値でした。米国の10年債見ていきたいと思うんですけれども、12.5ベース、かなり大きな動きですね、を見せておりまして2、2%超えてきて2.46というような水準で金利は推移しております。 え、ドル円はですね、やはり、あの、非常に大きく今回の CPI を織り込んでいて、116.04というところで、約50銭ぐらいもですね、動いているような状況になっています。で、そんな中、原油なんですけれども、引き続き、90ドルまでは行ってないんですけれども、89.94というところで非常に高い水準を維持しているというような感じにはなっております。で、セクター別で見てみても、今日はですね、もう全面マイナスという感じで、結構ここ最近好調だったエネルギー株、 関連もです、ね、振られるような感じになってきてきるのでまあちょっと全面的に、まあ、あのリスクを回避する動きが結構出てきているかなと思います。これまではあのリスク回避というふうに言うと債権買われるみたいな感じの動きもあったんですけれどもやっぱり今後金利上昇というところを見込むとリスクオフイーコール債権も売ってかつ え、株式も売るみたいな感じ。まあ、結構今なりやすいのかなと思うので、まあ、少しその従来の見方とは若干ちょっとずれてくるかもしれませんが、まあ、この辺の動きっていうのは引き続き、え、しっかりと見ていきたいかなと思います。はい。で、ちょっとチャートですね、見ていきたいと思うんですけれども、まあ、とはいえですね、あの、ダウだったりとか、まあ、S&P、ナスダックもそうなんですが、まだレンジなんですよね。レンジというのはそんなに大きくここ最近の、え、レンジ内から外れてるわけじゃないんですが、まあ、おそらく今日の、 この CPI の数値を受けて、数日は少なからず下がっていくんじゃないかなと僕は思っております。なので、積極的にあの動くっていうよりも、さっきも言ったみたいな、少しちょっとあの受け身な感じで、一旦待ってみて、もし買いたいのであれば大きくちょっと下がったところにま差し値しておくっていうのもまあ面白いかなと思うんですが、まあ、あまりあの積極的に買っていくっていうよりも、 あの、ちょっと本当に様子を見た方が僕はちょっと今のところはいいかなと思ってます。ちょっと先日見たですね、あの、まああ、ナスダック割る S&P っていう数値に関しても、まあ、大きく戻っているわけじゃないんですけれども、まだやっぱり、あの、まあ、底落ちかどうかというところを、まあ、見極めているような感じにもなっているので、まだ反転行きますっていうような感じよりも、まあ、ちょっとまだ、あの、そこの判断は、え、ちょっと待った方がいいのかなっていうのは、まあ、ちょっと今回の動きでは感じました。 はい。で、まあ一番大きく今日注目して、金利大きく上がっていたところは、二年アの金利ですね。25ベースポイントかなり、かなり大きく上がったので、ちょっと僕も、えー、びっくりしたんですけれども、まあこれはグローバルに、えー、まあ結構影響が、金利の影響があってですね、えっ、ー、と、オーストラリアの方も、まあこれを受けてっていうところもまあ一部あってがですね、あのこれ二年債なんですが、 え、ま、14ベースぐらい、機能上がっていたりとかして、ま、グローバルでの金利上昇っていうところが、ま、継続して起こっているというのが、まさに、え、今のマーケット環境かなと思います。なので、ま、グローバルで株が、今、今、積極的に買われているというところ、ところは、あの、全く起きてないというような感じでは、あの、あるかなとは思うんですが、引き続き、その安いものを物色するっていう動きはですね、あの、継続して起こっているかと思うので、あの、そのあたりはですね、あの、全悲間みたいな感じっていうよりも、 あのどこか安いとかはないか、どこか安いとかはないかっていうふうに、まあ、感じで、まだ、あの、なんていうんですかね、リスクを、まあ、しっかりと取るというか、取れるところであの取っていこうっていうような動きは、ちゃんと見ては取れてるんじゃないかなと思ってます。でまあ、そんな中なんですけれどもえ、ビットコインとかに関しては、まあ、思ったより、 あの、落ちてないというか、動いてないっていうような感じかと思いますね。で、ここが CPI 発表あったためにダーンって下がって、もう一回上がって、ちょっと今、あの、岩ぶくんできている感じなんですけれども、まあ、CPI の影響は仮想通貨マーケットは、思ったよりはなかったかなと思ってます。これがイーサーなんですけれども、一旦下がって上がってまた、あの、下がったところまで戻って、今ちょっと揉み合ってる感じなんですが、 あの大きく今回のこの CPI のマーケットが仮想通貨マーケットに影響を与えてないっていうのは、まあ、結構そのリスクセンチメントっていう観点から見てもまあプラスだと思うんですねまあこれあの株式やってる方は、まあ、あまり仮想通貨見てない方も多いかもしれませんけれどもまあより一番金利が上がってというかあの金融の引き締めの方向に向かっていった時にまあ厳しいような影響を受けるのが、まあ、仮想通貨とかだと思うんですねリスクがより高いところ なので、まあ、この辺りがこらえてるっていうのは、あの、まあ、それは、あの、まだマーケットとして消費感っていうような感じではないのかなと思うので、まあ、この辺りも一緒に見ておくと、結構、あの、参考になるんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひですね、あの、まあ、チャート見たりとかっていうのはしてもいいのかなと思いますし、まあ、あとはですね、概要欄の方に僕の仮想通貨チャンネルのリンクとかも貼ってあるので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。はい。で、 ニュース一緒に見ていきたいと思うんですが、まず CPI ですね。インフレーションサーチ7.5%とありますが、年率で7.5%。1982年以来の大きな上昇率というところになっています。で、マーケットの予想が7.2、7.3ぐらいだったので、まあ、結構大幅なあの、まあ、予想を上回るような数値だったかと思うんですけれども、この内容をちょっと見ていきたいと思うんですが、この1年間で、 どんなセクターがですね、大きくインフレして,かしていたかっていうところなんですが、あの、ユーストビークル、まあ、あの中古車ですね。とか、ガス、ホテル、あとは、ファーニチャー、ベッドとかですね。あとは、あの、まあ、食事とか、まあ、そういった関連だったりとか、あとは車、また同じですね。あとは電力。まあ、すべてなんですけれども、あの、やっぱりこのエネルギー関係とかっていうのは、 おそらくウクライナ情勢もあったりとかするので、そんなに劇的に改善することって正直ないんじゃないかなと思うんですよね。プラス、まあまあ、オペックの方が、今後増産していく可能性は十分あるんですけれども、まあ、そんなに積極的にあの増産、増産、増産というふうにまあしていくつもりは全くないっていう感じでもあるので、まあ、このあたりが劇的に下がってくるっていうことは正直ない。むしろ今、あの原油に対しての需要が非常に高まっていることもあるので、 やっぱり高騰してしまっているというのが、まあ、今まさに起こっていることかと思います。で、プラスやっぱオミクロンに関しては、まあ、改善世界的にはしてますけれども、まあこういった状況が劇的に改善しない限りは OPEC としても、まあ、無理やり、あの、増産をする理由っていうのが正直ないのかなと思うので、このあたりの数値に関しては、まあ、結構継続して高い価格っていうのを維持していくエネルギー関係ですね、はするんじゃないかなと思っています。あとはですね、中古車関係なんですけれども、 この辺,辺,辺りはやはり進行しあの新車も上がってますが、半導体の供給というところがですね、なかなかやっぱり追いつかないというのが実際にあると思うんですよね。で、これは、えー、パンデミックというか今のコロナの状況がすぐにじゃあ劇的に改善しましたというふうになっても、一気にあの従来のキャパシティ、製造キャパシティを、まあ、あの満たせるかというとおそらく、おそらくそういうことでもないと。で今 えー、半導体関係っていうのは、まあ、国策としてもですね世界中でどん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 増産をできるように、えー、投資を今していっているわけなんですが、まあ、それがですね実際にキャパシティが増える工場設立というところに至るまでは2年からやっぱ3年ぐらいはかかるとでそう考えるとこの辺りが劇的に本当に改善をしていくっていうのはないのかなと思うので、まあ、やっぱりですねこのインフレは少し長引きそうかなっていうのは、まあ、この辺りを見てくるとですね あの、思わざるを得ないかなと思っていました。はい。まあ僕はちょっとですね、インフレ本当に、あの、今年の後半、まあ来年以降もずっと続くのかっていうのは結構疑問に思っているうちの一人ではあるんですけれども、まあこういった数値を見てみると、まあその少し楽観的な見方っていうのは、まあ、若干ちょっと危ないかなっていうのは個人、自分的にも少し思ったりは、えー、まあしていますね。はい。あとは、え、ファルビーのですね、今日これ発表あったんですけれども、 セントリース・レンギン総裁、ブラードさんが7月1日までに100ベースポイントの利上げをするべきだということを言っていますと。で、まあ、7月までっていうのはどういうことかっていうと、次ちょっと見ていきたいんですが、えっと、次のですね、会合が3月ですね。3月、5月、6月、7月なので、まあ、毎回毎回25ベースポイントの利上げをしていくということを言っています。で、まあ、これある程度ですね、もうすでに折り込まれました、今回の発言で。 で、えっ、ー、と、3月のタイミングでの利上げなんですが、もうですね、50ベースでほぼ100%折り込んでます。で、今、マーケットでは緊急利上げがあるんじゃないかっていうふうに、まあ、言われてるぐらいらしくて、えー、このあたりはもう、あのー、実際に FMC が、FMC があった後にどうなるかわかりませんが、まあ、こうなってくると、もう50ベースで利上げするんじゃないかなと、えー、思っているところではあります。で、12月のタイミングで見てみると、どれぐらい 折り込んでるかっていうと、もうですね、5回利上げについても、もうほぼ、あの、100%折り込んでいると。で、6回利上げに関しても、もうほぼ、あの、95%以上折り込んでます。で、えっ、ー、とですね、4、5、6、7回利上げに関しても、約ですね、あの、70%超えのところで、えー、予想してますと。つまり、毎回毎回 FOMC が今年あるたびに、 一回25ベースの利上げをするっていうところはもう75%折り込んでるんですね。で、プラスそのどこかで、えー、よりもう一段、えー、上の利上げ、まあその、さらに25ベースポイントの利上げっていうところをどれぐらい折り込んでいるかっていうと、まあ、現在は、まあ、あの30、30、えー、すいません、そうですね。 37%を折り込んでるというような感じになるので、まあ、かなり金利のマーケットの折り込みは、まあ、今回の CPI プラスでブラッドさんの発言で折り込んでいますと。でそう考えてみるとマーケットの下落って本当にこれだけで収まるかなっていうと、まあ、ちょっとそういうふうなわけでもないのかなと思うので、まあ、今後数日間はあのまだ下落していくというふうに見ておいた方が いいいいんじゃないかなかと思っていますで、その一方でなんですけども、ちょっと気になるのが、あの、もう一旦ちょっと、あの、株のところで注目したのが、ビックスとかなんですよね。で、20、今4なんですが、今回のこの、まあ、ニュースというか、経済指標を受けて、これしか上がんないのかっていうのは、結構驚いたポイントでも僕は、えー、あります。なので、マーケットとして、あの、そんなに本当に悲観しないでいいのか。 とかはあのちょっとどういう風な風にこれを捉えていいかっていうのはちょっと難しいなっていう風にま正直感じてます。なので、まあ、そういう時は過度にリスクを取らないっていう方がまあ安全策だと思うので、あの積極的に動くよりもどういう風うにこの事象を捉えたらいいのか。さらに来週の fomc の議事録があるんです。けれども、そこもちゃんと。 見ていくっていうところが必要になってくるかなと思うので、やっぱり少し株式のアクティビティは、この1週間また、ちょっと落ちちゃうんじゃないかなと思っています。はい。まあ、あの、結構難しい状況は続くと思うんですけれども、あの、焦って何かするというよりも、まあ、ちょっと今様子見を見ておく方が僕はやっぱりいいかなと。で、ここからですね、あの、オーストリートジャーナルで見ていきたいと思うんですけれども、今ですね、まあ、非常に世界情勢の中で気にされているロシアとウクライナの問題なんですけれども、 ロシアがですね、ウクライナ国境の近辺で、えー、ミリタリードリルというふうに言う、その実演というんですかね、演習ですかね。あの軍事関係の演習を今やり始めたということですね。あのす,すぐにでも今、えー、攻撃が始まる、侵略が始まるとかっていうわけではないんですけれども、まあ、かなりそこに近い状況になってきてるんじゃないかというふうに、まあ、今見られ始めました。なので、原油に関しては、 もしです、ね、攻撃が始まったら120ドルぐらいまで上がるんじゃないかというような記事も出ていたりもするのでここから大きく暴落を短期的にするってことはないと思うんですけれども、まあ、引き続きここが高い位置で維持されるようなことがあればというかあると思うんですが株式市場としてはあのやっぱりそのインフレをさらに強く意識せざるを得ないのかなというのは思っております。 はいまあ、このあたりはあの正直ちょっと荒れ模様が続くとは思うのであまり楽観的な見方はできないんですけれども一、まあ、つあの必ずしも見ておかなければいけないようなポイントかなと思っておりますでもう一つその一方でアジアなんですけれども中国がですね貸し出しについて結構積極的にまたやってきていますよというのが記事になっていましたで中国に関してはこれまあ世界中かもしれませんが1月というのはですね非常に貸し出し貸し付けっていうのを積極的に やるるででもあるんですねなので、今回、ドーンというふうに、あのまあちょっと下に行くとチャートがあるんですけれども、えー、貸し出しっていうのがあの行われているような状況ではあります。ただし、この後、どれぐらい積極的に貸し出していくのかっていうのは、まあ、注目していかなければいけないようなポイントではあるんですけれども、まあ、一つ、世界中で大きく金融引き締めをやっている中、まあ、中国はですね、金融緩和をやってくれているというのは、これは一ついい。 ニュースになるんじゃないかなと思いますし、オリンピック終わった後に中国がどういうふうに経済活動に対して前向きに行っていくのか、前向きに政策を変えていくのかっていうのは一つ大きな起爆剤にもなると思うので、しっかりとこのあたり見ておきたいかなと思っております。はい。あとはですね、あの世界各国いろいろとオミクロン関係は前向きなというか、 積極的に経済をオープンにしていこうというような話が多いので、まあ、このあたりがどういうふうに経済に影響が出てくるのか、このあたりはちょっとあの物価上昇が大きくドーンと伸びている段階で、まあ、あまりそんなにそこがしっかり伸びているから大きくあの株価上がるみたいな感じは、まあ、短期的にはないかもしれませんが、非常にやっぱ重要なポイントではあるので、まあ、経済状況を各国ですね、どういうふうに動いていくのか、動いていこうとしているのか、まあ、追っていきたいかなと思います。 はいでまあ、その原油関係の話なんですけれども、OPEC がですね、2022年の世界原油需要は拡大を予想というところで出していましたで。これは非常にいいことで、やっぱりこの需要拡大を予想していくことで、まあ、さらに増産、増産というふうに話を、ですね、まあ、世界から圧力がかかるので、まあ、このあたりは前向きなあの原油価格を下げる一つの要因にはなるかと思うんですけれども。 まあ結構こういったニュースはもう数ヶ月前からずっと出ていたにもかかわらず、まあ、この OPEC プラス OPEC プラスっていうですね、国、え、々、ー、に関してはまだオミクロンが落ち着いてないということもあるので、まあ、その辺は積極的にやっていく必要もないし、えー、世界的な原油が足りてないという状況は、まあ、我々の、あのー、興味の範疇にはないみたいなコメントがあったので、まあ、あの原油価格の高騰っていうのは、まあ、あのこれだけで 簡単にまあ下がってくるとは思わないんですけれども、まあこのあたりのニュースも、まあ一緒に見ながら、プラスこれに対してどういうふうに OPEC、OPEC プラスが反応していくるのかは見ておきたいかなと思っています。はい。で、あと企業のまあ業績っていう観点から見ると、えー、このですね、コカ・コーラとペプシが年内の見通しで警告というところで、えー、コスト高が利益圧迫してますよと。あとは結構ですね、あの先日ツイッターも広告の収益はなかなか伸びていなかったりとか、 まあ,あとは今日確か決算あったと思うんですけどもまあファームのまあ経済というか業績の見通しだったり実質もまあそんなに芳しくないというところで結構ですねあの決算大型銘柄のところがミスするところもそこそこ出てきたりとかあとは見通しをそんなによく見れない企業っていうのが結構まあ正直目立った決算に僕はなったかなと思いますもちろん 決算を超えてきているところも多くはあるんですけれども、これまで非常に我々が見てきたあのアップビートなですね、決算っていうのは、まっ、あ、く見られなかったかなと思ってますね。プラス、まあ、決算良かったところに関しても、必ずその後もフォロースルーでずっと買われてるっていうことはやっぱりなくて、結構厳しい値置きをしているところが多かったと思います。 皆さんもあの持っている銘柄でもですね、マイクロソフト、グーグルとかもそうですが、やっぱりレンジを抜けきれない、プラス、えー、決算の上昇を全部打ち消してるという銘柄も少なくないと思うんですね。なので、まあ、決算だけでやっぱ今判断できない状況にはあるというところは一つやっぱりもう一旦あの理解しないといけないなというか、注意しないといけないなというふうに思っていますし、あのまあ、悪安くなってきたから買うというのは僕は全然いいと思うんですけども、あのそれが 短期的な利益をもたらすかどうかっていうのはまた別の話だと思うので、まあ、今買うのであれば非常に長期的に、えー、しっかりと見越しながらでも買える水準で買うというところが鉄則になってくるかなと思います。結局はですね。あのエントリーであのエントリーの価格がいくらで入るかっていうのは非常にあの投資をしていく上で重要なので、あの安い時に買うのは10。あの非常に本当に大切なんですけれども、本当に安いと感じているところが安いかどうかっていうのは長期的に見て分かんないので。 あのまあ自分がまあいろいろリサーチしたりとかしていく中で納得感を何か見出せるようなことがあればですね、まあ、あの入っていくのも良いですし、そうじゃなければ買わない。まあ、あとは、えー、こういう非常に少しベアマーケットの感,感じがある時には、まあ、キャッシュをしっかりまあ持っておくっていうのも一つやっぱり重要なポイントだと思うんですね。なのでまあ今から売ってキャッシュを作るとかっていうよりも、まあ、コツコツ毎月入ってくる資金を まあ、あの、少し貯めておくことで、心に余裕を持たすっていうのも非常にやっぱ重要かなと思います。やっぱり、投資を継続していく上でですね、心の、あの、なんか安らかさみたいなのがなくなると、結構投資をしてても辛いと思うので、まあそこはですね、あの、結構ちゃんと、まメンタル的に、まあ変になったりしないように、えー、しっかりと、まあ環境を整える、自分の状況を整えるというところも合わせて、え、まあ投資だと思うので、まあ、しっかりと取り組んでいっていただけたらなと思っております。 はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。